ちは、今フランクさんの車に乗ってる、久美子です。いつもゲーム実況の方に参加させていただいております。警察ですね、はい。まあ、横に今フランクさん乗ってるんですけど、今日はなんか雑談って感じですね。ですよね。知らないな。俺は何も知らないよ。いや、知らないわけ。いや、まあまあ僕が提案したんですけどね。はい。たまにはね、甘いものが飲みたくなるから。あーですね、スタバスか。今こちら GoPro で撮っております。揺れなどはまあ多分ないと思いますけど。いや、あるでしょ。あるっすかね、わかんないですけど、まああんまり、若干っすかね。一応モードはスーパービューにしてて、ブレが少ないモードにしてるんで。あぶね、道間違えどこだった。ということでね、はい。お、なんか来たぞ。お、ロードスターっすね、はい。てなわけで、フランクさん昨日オイル交換したんですよね。おっと、そこでなんか話題を振ってくるというね、はい、なんかいいね。ちなみにあのオイル交換してから車のエンジンの状態ってどうなんですか。何も変わらない。変わらない。ああ。変わらない。特に変わらないと。基本的には高いオイル入れたところで。一応レプソル入れたんですよね。違いが分かんないと思う。ああ。普通に街乗りだけだったらそこまで分かんないと思う。サーキットとか入れて。まあ走行してる時のエンジンの静けさとかちょっと変わるぐらいかなとは僕はまあ思いますけども。個人的にね、マフラーの音がうるさすぎてね、聞こえないのよね。あー、エンジンの音が出たんですか。あー、なるほどですね。でもこのマフラーもね、前のマフラーよりは全然静かになってる。あ、マジっすか。まあ、ちなみに、どっかの某所を走っております。内緒です。内緒です。だからね、分かる人は分かる。まあ、分かる人は分かるんじゃないですか、視聴者さんで、はい。こういうスポットですから。あの僕たちはちゃんと法定速度で、走っておりますので、重々、ね、炎上しないで。いや、要炎上しないように撮ってますから、多分まあ大丈夫だと思いますよ。あのちゃんとね、法定速度っていうものがちゃんとありますから、ね、そこは破って、破らないで言ってるとは思います。いや、思ってるから大丈夫。動画ではね、法定速度ちゃんと守ってる。動画では。かっこここ重要って。やめてくださいよ、ほんとに。捕まるようなことはしませんから。まあそうっすね。もう本当フランクさんもね、いい人でね、らしてちゃんとルールとか、まあ、法律とかちゃんと守ってる人なので。あのね、律儀に俺ね、あれだからね、深夜もね、一時停止守ってるからね。いやそれはまあそうっすよね。はい、信号も守ってるからね。いや、信号はさすがに誰でも守ります。いや、守ってないっているから、いっぱい。マジっすか。いるぞ、あっちこっち。俺はちゃんと守ってるから。まあ、僕の方では、まあ、たまにちょこちょこ見るぐらいですよね。基本的に交通ルールは守ってる。ちなみに、どうでしょうか。まあ、今、窓を閉めての撮影なんですけどね。ちょっと車の音が聞こえにくいかもしれませんけど、 RB ですよ、本当に。はい、窓開けるとですね、風切り音がする。そうなんですよね、窓開けると風切り音で、ちょっとマイクの方がちょっとビュービュービュービュいっちゃうので。イヤホンつければ多分室内のこう閉めてる状態とか、はい、多分音は入る。イヤホンをつけた方が絶対。でも本当にフランクさんのこの車はね、音いいですよね、本当に。いや、安っぽくないっすよ。あれぐらいの音が一番。まあでもこっそり変わってるから。マルヒでマルヒでこっそり変わってますからね。詳細は言いません。詳細はいい。この前にいるラパンのなんかテールランプってなんかスカイラインとかに似てますよね。まあ丸い部分だけど、はい、1個しかない。そうですね。あの部分だけ切り取って流用しちゃえば。できるんすかね。それかあの部分の丸いランプだけあの抜き取って。そうですね、丸いランプってあれですよ、抜き取るってあれですよ、あのちっちゃいやつを
抜き取るってことですもんね。黄色だ。あでも出ちゃってるから行くしかないんだけど、もう出ちゃってる、半分まで出ちゃってる。半分まで出ちゃったら、そっから入ってくるやついんの？いや、え？停電ならやってねえぞ。そうさ、あそこね、そう、まあ、停電なんですよね。あ、ちなみにすれば僕差し上げたこの情報します、 GoPro は皆さんちょっとあれですけど、一応っていうか、まあ GoPro の、Hero 5 ブラックとなっておりまして、ちゃんと広角手ブレ補正もちゃんと全部ついております。で 4K での撮影も可なんですけど、まあ、こういう車とかに揺れる時の撮影は今一応 1080p の 60fps で、スーパービューで撮影しております。はい、やっぱ元々持ち主がそれを説明した方がいいと思う。全然わかんない。はい、持ち主です。はい、どうすんごいっすね。なんか木倒れてきよそうっすね。台風のね、影響が。そうですね、そう、皆さん台風の影響大丈夫でしたかね。僕のところはちょっと停、まあちょっとですね、まあ停電があったんですけども、こちらはちょっと結構な被害を受けているそうで、先ほども多分見えてるのかな、ちょっと信号がまあ停電で光ってない状態でしてね。はい、だんだんネタがなくなってきた。だんだん話してたみたいな。ネタ切れって言われました。もうまあ今日は雑談ですよね。はあ、雑談のネタが尽きてくる。そうなんですよ。まあ話してると大体そうなんですよね。あら、すごいミニがたくさんいますね。本当に。ちなみにセーブは思ったんですけど、このブースト系ってちゃんと稼働してるんですよね。で他の3人のオーナーさんのね、やつ見てると、まあ、大体じゃないですけど、まあ、ちょこちょこいますよね。まあ、ブースト系が動いてなかったりとか。ああ、それ接触不良とかとはなんか抜けてるんじゃないかな。ですね、多分そうですね。ボードの部分が亀裂とか入ってると。フランクさんのは確か一回直してますもんね、それで。ちょくちょく外れてたけど。ああ、外れてたんですか。わあ、まあちなみにですけど、この車意外とパワーがあるもので、ね、この前まあ煽られた時の動画アップされてると思うんですけど、あの時もまあ自分いてですね、はい、僕とフランクさんで、まあ、撮影してたんですけど、そうそう、あの煽りやばかったっすよね。カメラでは近かったね。カメラでは遠く見えてるだけなんですけど、いや、もう実際乗ってみると、乗ってみて後ろ見てあれですけども、すごいですよ、あの詰め方が。まあ、あれまだ一部のところだから気持ち尺が空いてるけど、はい、もうちょい前の時に動画撮ってればもうべったりで。そうなんですよね。もうトランクになんか突っ込まれるかと思った。マジですよね。今度フランクさん余裕があったらドラレコも全部つけちゃいましょう。ドラレコ、ドラレコここと、まあね、車32っていうのは古いかもしれないですけど、まあ古い、まあこういう32みたいな車って、まあ、古いほど価値があると言いますか。古ければ価値があるってもんでもないけどね。まあそうですね、それはもう車によりますけど、まあ最近 RB 系のエンジンが乗ってる車って高くなってるじゃないですか。まあね、あとはER とか、まあ、あともう生産してないシルビアとか、あ、S15 とか。 S14 はまあどうなんですかね。まあ、80年代90年代のスポーツカーが人気だよ。ですよね。
ここでしたっけ前なんか、あ、向こう側でしたっけ、あの某有名 YouTuber さんが映ったとこ、あの通りで、あーですよね、ここは道幅がちょっと狭いっすね。郵便局ってあれなんだ、日曜日もやるんだ。あー、やるところとやってないところがあるんじゃないですか、わかんないですけど。なんかさ、土日働くなんてバカっぽく見えてくるよね、周りがみんな休日だから。だけど、まあそういう人がいないとね。まあ、そうですよね。パチンコ屋とかさ、コンビニとかすごい大変そうだよね。まあ、まあ、そういったところは他の会社より給料を月10万円上げてくれないんだよ。あせいぜい5万とかじゃないですかね。10万はさすがに上げてくれないと思いますよ。5万くらいだって、5万くらいさ、給料上がるくらいだって、土日休みだって。まあ、お盆とかゴールデンウィークとかしか無理ですよね。まあ、もう皆さんお忙しいですから、ね、僕もまあ忙しいもので、ね、忙しいですよ、それはもちろん、まあ、年齢はね言いませんが、はい、忙しくはないと思う。いや忙しいですよマジで、本当に忙しいですよ。横が忙しいのかな、なんで。ちなみには、まあ、僕はね、フランクさんとはね、ゲーム実況の配信中で知り合ったんですよね。そう、ストレスいなかったらどうする。え、さっきの勢いでなんか組み込んでみたいな感じで出てきても、あー、いや知ってる人いなかったらまあね、ちょっとまあショック、過去の動画をご覧ください。そう、まあそんな感じですよね。過去の動画に僕出てますので、はい、で、まあ一番得意なのは、まあ、グランツーですかね、まあ、グランツーリスモって言っても僕も最近はもうハンコンとかでしかやらなくなってきてるので、はい、もうで夜は FPS 系下手ですけどやってますかね、まあ、練習中ってとこですか。ここで打てないのっていうのがあるんで、ちょっとたまにだから、そこはちょっとあれな、まあネックですかね。そういえば皆さん消費税上がりますよね。フランクさんどう思います。いや消費税上がるなんて本当にね、ふいこし意外と YouTuber いけんじゃないか。いや無理ですよ、頑張っていろんなことを。こんな僕みたいなバカがね、いや僕は話すのが得意なだけで、マジで、はあ、いやこれはまあそうなんじゃないですか、周りの人の見方によりますけども、はい、あ、話せると方なんじゃないんですかね。はい、あ、さっきさ、あれ、某山田電機の近くの吉野家で飯食った後にさ、なんか怪しいワゴン R が来たなと思ったら、はい、ケイジ君だった。ああ、え、でもあの人っていや多分友達のワゴン R だ。ああ、なんか変な車来たみたいな感じで俺言うじゃん、来た言うたけど、はい、まあ、本当だみたいな感じで、お、MRS ですね。あ、2
2と S はあれは確か同じ形であったんですよね、確か。なるほどですね、今日は。さっきワゴンあるのがさ、急に窓開けてきてさ、チェーン降ってきたから、ええみたいになったら、ピンチ。ああ、そうっすね。お、8ですね。8の初期型って実は、まあ、まあ、知ってる人は知ってますよね。かぶりやすいんです。かぶりやすいです。まあ、あの、かぶりを防止するっていうメンテナンス方法もあるらしいんですけどね、実際のところはどうなのかわかりません。でも、この車、エンジンの不調ってあったりしたんですか？エアフロー。エアフロー。エアフローは痛いですね。エアフローの症状はね、やばいんだよ。信号で、はい、もう止まってる時にエンジンが止まる。かかんないですか？かかるかかんないけど、ちょっと苦戦する。あとは息継ぎがする。アクセル踏むと、はい、ガクンガクン。なるほど。息継ぎと4000以上回らなかったんですよ。エアフローがぶっ壊れるともう面倒くさい。まあそうですよね。エアフロー3万5000円するんじゃないかな。ああ、結構しますね。で、2個ね、買ったらやばいし。吉野家で飯食ったっていうことで、まあ、フランクさん普通盛り、僕は大盛り食べたんですよ。まあ食いきれなくて、麺は全部食い切ったんですけどね、あのあんかけのスープがもう残ってました。確実にカメラここ向いてるけどね、今。マジっすか？そんな向いてます？多分ね、このぐらいだと思う。結構低いっすよね。どんぐらいっすか？見えてますでしょうか？だから視線がこれこういってるんですよ、多分。ロープロの付け方がだって上に向いてんだもん。あ、マジっすか？ロープロを向き下の方に。そう、ケツをもちろん上上げないと。まあまあ画面は気にしないで。まあ話は雑談と。そうっすね。アルミニーのちょっと窓開けます？開ける。開けます？降りますね。すごいいい音するんすよ。暑いな。ちょっと暑いですね。蒸しますね。
しますか。終わりませんか。いいですよ、どっちも。疲れたか。いいよ。ちょっと疲れてますけど。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。っていうかっこフランクさんの心の中の声だと思いますけど。なんだこれ。まあ、本当にね、皆さんチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあありがとうございました。スパチャマライブ中ですね。ライブ中のスパチャもね、欲しいって言ってらっしゃるのでね、お願いします。心の声が出てますね。はい。じゃあご視聴ありがとうございました。